よ、まやです。今日はですね、京都錦笑いというお好み焼き屋さんに行ってまいりました。実はここですね、私の元バイト先でしてですね、久しぶりに行ってまいりました。メニューはこんな感じで、私が働いてた時よりもめちゃくちゃね、あのメニュー数が増えてたんやけど、一応メインはやっぱりこの笑い焼きっていうやつと、京天焼きっていうね、今日食べへんねんけど、このお好み焼きがやっぱりメインとしてやってるらしい。これめっちゃ美味しいから、ちょっと女性の方はぜひっていう感じ。はい。で、生ビール。やっぱりね、仕事の合間ということで生ビールを飲みます。割れませんように。こんな感じでね、ごく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 と飲んでるわけなんですけども、最高に美味しかった。で、こちら、あのね、今日笑い焼きを食べようと思って来たんやけど、やっぱ焼きそばも食いてーってなったから、このハーフ&ハーフ、何、笑い焼きのハーフと焼きそばのハーフが入ってるランチを選びました。そしてですね、セットでご飯とお味噌汁付きのやつ、関東の方にはちょっと理解できないってよく言われるやつを頼みました。ということで、こちら小麦粉で、こちら小麦粉で、こちらお米、こちらお米という炭水化物祭りになりました。ごちそうさまです。あ、今日ちなみに言っておくと、爆食みたいな、大食いみたいなじゃなくて、大食いみたいな感じではなくて、普通に私がバイト先でご飯を楽しむっていうただそれだけ、炭水化物を楽しむっていうだけの動画なので、ちょっとね、めちゃめちゃ食べたい、食べてる姿を見たいみたいな人は、1個前の動画をご覧くださいまし、よろしくお願いします。で、早速ね、この笑い焼きを食べていくんですけど、この柔らかいお好み焼きって食べたことございますでしょうか、皆様。なんかおむそば風お好み焼きみたいな感じで、こう中にな、もっちりとした麺が入ってんのよ。で、半熟卵がこう絡んでるようなお好み焼きみたいな、ね、柔らかいお好み焼きっていう感じなので、これめちゃくちゃ美味しいから、ぜひ食べてほしい。食べたことない人いますか？マジでこれ、バイトのまかないとかで死ぬほど食べたし、これと京天焼きっていうのがあんねんけど、この京天焼きは上にね、貝割れが乗っとって、こうマヨネーズとこう絡めて、こうなんていうの、外はカリ中はふわみたいな、なんか外はカリ中はふわみたいな、なんかめちゃめちゃ美味しい新食感のお好み焼きなんですよ。で、結構女性に人気やったから、笑い焼きを食べて、その後何食べようかなみたいな時に、京天焼きをね、ぜひぜひ試してみてほしいなと思います。はい。ということで、こんな感じで焼きそばを食べながらご飯をつまみ、お好み焼きを食べながらご飯をつまみ、そして合間でビールを飲みまくる、いいんですか、いいんですか、いいんですか、こんなにしてお好きなっていいんです。この先もただただ食べていく動画が流れるわけなんですけれども、びっくりしたのが、私が高校生の時に働いてた主婦の方がまだ働いてはって、めちゃくちゃ嬉しかった。なんかわかる、なんか久々に行って同じ人が働いてたらめっちゃ嬉しくない？私もさ、多分顔はあんま覚えてなかったんけど、声で思い出して、ちょっとさ、この癖のある、ありがとうございます、ありがとうございますみたいな、なんかすーみたいな感じの人やってんだから、あ、もう、わ、久々に聞いたこの声と思って、めっちゃ嬉しくなりましたっていう話で、はい、こちら、テーブルには辛口ソースと甘口ソースと、あとなんかマヨネーズとかいろいろあるので、それをね、自分の好みでというか味変で付け足していくのがいいんじゃないでしょうか。で、笑い焼き、そうや、そうや、笑い焼きを食べるときにおすすめしたいのが、ダブルチーズっていう笑い焼きもあって、めっちゃ美味しい。もうトロトロ、チーズトロトロみたいな。あとなんか餅をトッピングすると、チーズ&餅お好み焼きみたいな、はちゃめちゃよ、もうはちゃめちゃに美味しいですから、皆さんぜひね、笑い焼きを食べる際にはぜひやってみていただきたいなと思います。焼きそばとかは、京菜菜焼きそばっていうのがあんねんけど、画像なかったんけどさ、京菜菜焼きそばっていうのがあって、それもめっちゃ美味しかった。普通のソース焼きそばを食べてちょっと飽きたなって時とかに、京菜菜焼きそばを食べたらめっちゃ美味しい。てか、まかない最高やったな、今考えたら。まかない粉もんってやばない？当時多分週3とか週4とか結構がっつり入っとったから、土日とかも1日丸1日入っとったからさ、だからもうずっとでも食べとったんやけどめっちゃ美味しかった思い出があるわ。はい、こんな感じで粉もんと米をね、ひたすら胃袋の中にぶち込んでやります。結構炭水化物、炭水化物いけるっていう人といけへんっていう人がおると思うんですけど、皆様はどちらでしょうか？私は全然いけますというか、まあ見てもらったら分かるようにいけるんですけれども、こんな感じで、そう、当時こんな感じで説明しとってん、笑い焼きとは、京天焼きとはみたいな、いちいちね、いちいちてか結構アテンドっていう、こう案内役をすることが多くて、よく私は説明しておりました。はい。こんな感じで思い出しながらね、高校生時代を懐かしいなと思いながら食べております。これ、動画でも一回言ったことあるんですけど、こうバイトの初出勤の日、初出勤の日に、こう、焼きそばのお運びを一発目でやらなあかんみたいな。で、結構さ、こう、鉄板の上に持っていくねんけど、
こう滑るんやんか、やっぱソース焼きそばやからつるつる滑んねんけどさ、一発目の時にめっちゃ滑らせてお客さんの頭の上に落としたっていう事件がありました。ちょうどこの席やったでお客さんのちょうどハゲ取ったから、そのお客さんの頭からこう焼きそばが滑ってビールの中に落ちるっていう光景をさ目の当たりにしてめちゃくちゃ絶望した思い出があるわもうほんまにお客さんも優しくて店長も優しくて、なんかお客さんも全然気にせんときみたいな、店長さん怒ったらあかんでみたいな感じで言ってくれて、店長ももうまあ初出勤はしないみたいな、そんなことあるよなみたいな感じで言ってくれてさ、今考えると JK でよかったということでですね、あのほんまにちょっとめちゃめちゃ懐かしいんですけれども、そういうことがありましたので、大丈夫です。バイトの失敗は誰でもあります。頑張っていこう。あとたまたまここのバイト先いとこと面接受けるタイミングが同じやって、お互い別に打ち合わせとかしてないんだけど、なんか面接場所に行ったらいとこおったみたいな、いとこも面接してたみたいな事件もあった。でちょっとの間あのいとことめちゃめちゃ一緒に働いて、でも気まずい、なんか全然仲良くないいとこやったからさ、当時だからめちゃめちゃ気まずかってんけど、あっちキッチンで私ホールでみたいな働いてた時期がありましたね。あっち結構すぐ辞めてったから、まあうちとしてはありがたかったんやけど、じゃあちょっとね、あのまさかの親戚と働くっていう事態になっておりました。こんな感じでパクパクとお好み焼きからの米からのあの焼きそばからのたくあんからのみたいな感じで食べてるんですけど、ほんまに美味しい。あ、急な価格チェンジ入りました。なんかこの価格でなんか一緒に食べてるみたいな、なんか目の前で一緒になんかあのご飯食べに来ましたみたいな感じな価格になってるんですけど、こんな感じでやっていきたいと思います。私とご飯行ったらこんな感じこんな感じで見られてるんだ、ちょっと恥ずかしいけど、はい。焼きそばな、じゃあなんか、あの前に、目の前に鉄板があって、そこをずっとこう火つけてるからさ、まあ弱火でつけてるから、ずっとこうあったかいままで食べられるやんか。まあそれはそれでいいねんけど、焼きそばがさ、ちょっと焦げてくるんよな。それがまためっちゃ美味しくて、あのもう焦げたところってパリパリするやんか。パリパリとこのもっちもちの麺がもうほんま美味しいわけ。なんかめっちゃ宣伝みたいになってんねんけど、今全く関係ないけど、めっちゃ美味しいんやんか。なんかぜひぜひね、ちょっと食べてほしいなと思う。で、そうこうしてる間にご飯が終盤になってきました。ご飯をかき集めます。もうひたすらずっとかき集めてましたね。これ編集の時こいつバリかき集めるやと思ってんけどこんな感じでパクパク食べて、焼きそばの豚肉とちょっと濃いめのソースなんよ。だからご飯がめっちゃ進むんよな。でこういうパリパリもちもちの麺の焼きそばと一緒に食べて、こう食べて食べて食べて、早ご飯食え、もちもちしてるよ言うて、ほんでご飯を食べた。こんな感じでご飯を食べて、はい、ご飯完食でございます。結構なご飯普通の量で入ってるか、まあ、あのこれ大盛り頼んだから結構入っとったんですけど、美味しく最後までいただきました。はい、ってことでこのお好み焼き、笑い焼きの最後をね、食べていきたいと思います。ちょっと私、紅生姜が苦手やから、毎回紅生姜を別添えにしてもらうんですけど、まあ、ちょっとつまみながらね、食べたりとかしてます。はい。で、笑い焼き。笑い焼きはマジで美味しい。しかもずっと熱々食べれるっていうのがいいよな。目の前に鉄板あるからさ、自分でこう焼きながら、なんかいい感じの焼き加減を調整しながら食べれるし、熱々食べれるしみたいな感じでめちゃくちゃ美味しいんですよね。で最後はもう自分でマヨネーズとかソースとかをかけて調節しながら、味をちょっとね濃いめでっていうか私ちょっと濃いめが好きなので、ちょっと濃いめにして食べて食べて食べまくって、さあ最後の一口です。いただきます。いっちゃって。ということで完食しました。ごちそうさまでした。もうほんまに美味しかった。焼きそばとハーフの焼きそばとハーフのわらい焼きとご飯やってんけど、結構お腹いっぱいになりました。で最後このねビールで流し込んで、もう美味しいです美味しいですね。最後はちゃんと片付けましょう、綺麗に。ちょっと元バイト先ということもあって、ちょっと血が流れて綺麗にしておこうか言うて、ちゃんと片付けてからのごちそうさまでした。もう炭水化物最高っていう感じで、お腹いっぱいになりました。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。尼崎帰ってきたらいつもなんかここに来たくなって、笑い焼きをね食べに来るんですよ。なので動画にしてみました。いかがでしたでしょうか。結構なんか全国でもあるっぽいから、まあ、近くに笑い焼きがあったら味は同じかわからへんねんけど、楽しんでほしいなと思います。ということで今日の動画はここまで。みんなまたね、バイバーイ。